このお経の授かる瞬間の情景が諸君と私と違っている。私はこの御神言を、このお経を心の底から信じ込まなければ生きていかれなかった。だから真剣に信じようとした。それで真剣に信じた。だからどんなピンチも切り抜けて現在ここにこうしていることができる。諸君に私の信ずる力の半分もあったら全部違いますよ。しかしその真の力がその時のお経をいただく時の環境次第ですね。私のようにどっちを向いても死ぬよりおかないという絶対絶望の環境、その中でどんな大難もお前を犯すことはないぞ。天上及び人間福を送ると仏のごとくして仏さんのように幸せになれるんだ、そう断言しているんだ。このお経を受けたことは如意宝珠をいただいたことと同じなんだと。だから絶対に幸せになる、そう保証しているんだ。これを信ずるほかに私は生き抜くことはできなかった。だから信じた、今も信じている。今までの実績があるからなお強く私は信じています。諸君もそういう信心の強さを持ってほしい。